水族園スタッフいちおしの生き物。皆さんこんにちは。私は普段魚やペンギンの治療をしたり、元気に暮らせるようお手伝いをしている獣医の杉本です。私が水族園で一番好きな生き物はこちらの水槽にいるシノノメサカタザメです。シノノメサカタザメは太陽の航海者エリアで見られます。名前にサメがつくことからサメの仲間と間違われることがありますが、実はエイの仲間です。パッと見サメとエイを足して割ったような独特な姿も面白い特徴です。ちなみにサメとエイの違いは体の下側を見てみましょう。体の下側に口やエラがあるのがわかるでしょうか。これはエイの仲間の特徴です。水族園では3年前からオスメス1匹ずつ飼育しています。飼い始めた時は全長120cm、体重は 30kg ほどでしたが、現在は全長 170cm、体重は 50kg まで成長しました。最初は2匹とも一緒に飼育していましたが、1年ほど前からオスがメスを追って尾びれを噛んで傷つけるようになりました。この行動は繁殖行動の一つとされています。メスがオスに噛まれて大きな傷を負ってしまうといけないので、今は1匹を展示裏の別の水槽に移して別々の場所で飼育しています。体が大きなシノノメサカタザメを別の水槽に移すときは麻酔薬という眠らせる薬を注射します。注射をして少し経つとゆっくり泳ぐようになり、私たちが触ってもびくとも動かなくなります。しっかり眠ったところで素早く別の水槽に移します。移した後も冷めるまでただ待つだけではありません。ゆっくりになった呼吸を助けるためホースを口の中に入れて新鮮な水を与え、全身の血液の流れを助けるため尾びれを左右に振り体を動かし続けます。注射をして30分ほどで目覚め、泳ぎ始めてようやく一安心です。そういったわけで展示水槽には今はメス1匹を飼育していますが、大きな体で水槽の中を力強く泳ぎガラス近くにも来てくれるので、来園の際はぜひ観察してみてください。